そうですね、今回、ちょっと噛み砕いて、Web3 っていうのも技術なのか概念なのかっていうところがあるので、そういったところをちょっと軸に、簡単な概略と、我々先ほどおっしゃったように XR コミュニケーションっていうところで、メタバースと、Web3 の社会とか実装みたいなことをうまく組み合わせながらいくつかトライアルをしてきているところがあるので、そういった事例とか、映像とかを交えながら少しでもそれが今回の聴講者の方々の次のビジネスとかサービスとかマーケティングにつながるようなヒントになればと思って、事例交えながらご紹介したと